立川と八王子。前回から続く都心から40キロほど離れた八王子と立川の特集。2つの町は多摩地域最大のターミナル駅としても知られ、要素だけ見ると一見似ています。しかし2つの町は全く違うというのを6回に分けて見ていきます。前回は歓楽街があるということは、かなり何かの産業が繁栄した形跡があるということでもあるんですよ。前回は駅周辺にある歓楽街から少し離れたところにある八王子織物協会の存在から、かつて八王子駅周辺が賑わっていたことを読み解きました。歓楽街は現在も人々で賑わっているものの、かつて栄えていた甲州街道の人通りはまばらです。そして今回は、なんでそもそも商店街に人が来なくなっちゃったんでしょうか。なんで地図式、これ多分想像つかないと思うんで、写真を、ね、はい、ぜひぜひお見せしたいと思いますけどね。こんな、はいはい、ですよね。瀬戸物屋さんがめっちゃいっぱいありますよね。そうですね、瀬戸物だけじゃなくて、なんて言うんでしょうね、今だとホームセンターとか、はいはい、で揃えるようなものが、はいはい、ホームセンターがなかった頃、はい、荒物屋、金物屋みたいなのがあったりする。この写真が実は結構前でですね、2003年とかなんですよ。なるほど。なので、今ちょっとですね、結構その商店街の新陳代謝が起きていて、さあそうですね、商店主が高齢で次の人が継ぐの継がないのとか、建て替えられて新しいビルになったりマンションになったりしてるので、減ってます。なるほど。昭和の店たちは減っちゃってるんだ。減ってます。どうでした、商店街アーケードありました、屋根はありました。ありましたね。でもそう、屋根はあるんだけども、それが突然変わってたり切れてたりしませんでした。あ、そうですね、そうでした。そうなんです。そうでした。あれはだから多分80年代ぐらいまでは全部つながってて。なるほど。で、ある時そこ途中で変えたところもあれば、はい、なくしたところもあれば、はい、っていうところなんですね。作らんかったところが歯抜けになって。確かに、はい、今ちょっと思い出すと、はい、アーケードないとこ新しい建物だったかも、はい、マンションの前とかはね、はい、確かにそうだったかも。アーケードがなかったりするんですよね、はい、撮ったんだけどなんかこうあったなっていうのがちょっと、こうやって見るとね、ここまで繋がってますからね。はいはいはい、はい、でその他はこうマンションが建ってきてます、はいはい、どうです、この甲州街道沿いにマンション、もともとお店だったところにマンションが建つって、なんか街を諦めたなと一瞬思ったんですよ。あ、そういう感じなんですね。そういうことなんだ。思っちゃったんです、ええ、だってお店が一個は、はい、八王子大丸っていうのがありまして、ええ、昔八王子ってたくさん百貨店があったんですね。あ、そうなんですか、はい、ここが大丸かつての、はい、はい、でここが西武。あ、そういう感じだったんだ。はい。へで、ここが総合ですね。あ、総合だったんだ、はい、そしてこれが丸いですね。へえ、これで今はみんなこうマンションになっちゃったんですか。全部なくなりましたが、大丸がマンション、マンションで、西武は1階がパチンコ屋、上が温泉施設。おで、丸いは、ゲームセンター。うわー、はい、で、そごうが駅ビルとして、まあ、一番百貨店に近い形態のまま続いてるってところですね、はい、なるほど。なんかマンション、パチンコ、ゲームセンターって、はい、なるほどね、はい、だから大型商業施設がなくなってマンションになるってすごくこう需要が少なくなっているな、残念とは思ったんですね。うん、こう結構地方都市の商店街の問題を東京なのに結構見えてくる、地方都市の問題が東京だけども見えてくる商店街なんですね。へえ、はい、全国の地方都市でもかつて人々でにぎわっていた商店街にマンションを建てる傾向があるというのです。なんでそもそも商店街に、地方都市の中心市街地に人が来なくなっちゃったんでしょうかってことです。はい、はい、なんでだと思います。なんでもっと魅力的な街が近くできちゃったから。
はあ、新しく町ができちゃう、まあね、その土地かなんかそうかもしれないですけど、地方だとなかなか町ができないんですよね。あ、そうか、そうか、地方都市でも起きていること、あ、あれかな、人口流出ですか。そうですね、まあでも確かに、じゃ徐々になんですよね、はい、でもどうでしょう、地方に行くとこう車を持っている人はどこに行くみたいな。車持ってる人は郊外に行きますよね。郊外って昔何もなかったんですけどね。郊外にいい、なんか百貨店と、百貨店って言わないのか今。モールか。モールが、はい、できちゃって、みんなそっち行っちゃうっていうことですよね。ってのもありますよね。はい、昔なんでそこが賑わってたかというと、遠方からたくさん来たのではなくて、その狭い範囲にぎゅうぎゅうに人が住んでたからなんですよ。はいはい。はい、ある時やっぱ高度成長を超えると、車を持てることと部屋数を持てることの方が大事になってきたので、どん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 それで郊外に移るようになっていったと。なるほど。そうすると市街地、商店街まで遠い人がたくさん生まれてきた結果、はい、車だったら街じゃなくても近くにあるモールに行けばいいなっていうことで、郊外にどんどん人口がまあ広がっていく、薄く広く伸びていくからも、伸びていった先に大型商業施設ができました、あ、そっちが便利だってなってると、おやってなった時に、そうか、市街地にもう一回人を取り戻そう、つまり住む人をどう戻すかということで、最近はもうマンションですよ。なるほど、縦に伸ばすっていうことですね。縦に伸ばす、これ八王子だけじゃなくて地方都市でも結構あります。市街地にマンションが建つっていうパターンが。なるほどね。はい。駐車スペースがあり駐車料金も低いなど、車が持っている人にとって利便性が高い郊外の大型施設ですが、商店街の中に住めば車なしでも便利な生活ができるということで、人々の足が遠のいた商店街の活性化対策として新しくマンションを建てる傾向が全国の地方都市にあります。これでもし人が入ってくれれば、はい、この街を行き来する人が増えるんですよ。なるほどね。もっと言うとスーパーが欲しいと思う人が増えるんですね。なるほどなるほど、はい、うんうんうん、でスーパーだけじゃなくてその日常的な飲食店とか、はい、あとはもうそもそも世代が、新しい世代が入ってくる流入があるので、という意味でも世代の新陳代謝が起きてくるっていうのもあるので、これね、景色だけ見ると郊外の普通の住宅地になってしまって悲しいな、とも思えるんですけど、はい、ただある意味景色は変わったけど原点回帰とも言えるんですね。今住んでいる人が多いという状態に戻るということなので、はい、なるほどね。そうなんですよ。両方をやっぱりバランス持って残したり新しくしたりっていうのはなかなかやっぱり難しいってことなのかな。両方が混ざるとおそらくいいんですけど、うん、あるいはその古くからの建物が残ったまま人が来続ける例って、うん、どうしてもそこが交通の要衝である他に行くところがない、はい、あとは観光客とか、わざわざその街が好きで来る人がいるとか、うん、そんな条件なので、あるいはもう大型商業施設を諦めて、はい、風情だけで売っていくっていう、なるほどね、ルートもありますよね。なかなか難しい話だな。そうですね。へえ、はい、なるほどね。甲州街道沿いに行くと昔たくさん人がいたんだろうなという形跡が感じられるわけですね。今日はここまで。何の役にも立たないかもしれないけど、話の種くらいにはなるかもしれない地図式。今回はこれで終わりです。いかがでしたか？ここで皆様から地図に関するご相談をお待ちしております。私の街の地図、あの人の街の地図、どんな地図でも構いません。きっとチリさんが読んでくれるでしょう。ではまた。